よくわかる魔法科第1回魔法科高校って何？第一高校1年芝達也だ。本日は魔法科高校について説明する。妹のみゆきと申します。ゆき、自己紹介なんだから一高生徒会初期だとか1年 A 組とかもっとあるだろう。私にとってお兄様の妹であることが最も大切なことですから、本日は精一杯お兄様のアシスタントを務めさせていただきます。わかった。では始めよう。魔法科高校とは国立魔法大学附属高校の通称だ。東京の八王子にある第一高校をはじめ全国に9つ設けられている。魔法科高校に入学するにはどうすればよいのでしょうか？日本国籍と中学卒業の資格があれば誰でも受験可能だ。入学試験は一般科目のペーパーテストと魔法実技試験。重要なのは実技試験で、魔法の才能がないものはここで落とされる。一校の定員は1学年200名、上位100名が第1課、残りが第2課の所属となる。1課生と2課生のカリキュラムや設備は同じだ。しかし2課生は魔法実技の指導を受けられない。魔法の才能を伸ばすには個人指導が欠かせません。なぜそのような差が？簡単に言えば魔法師そのものが希少な存在だからだ。魔法実技を教えられる人材は常に不足しているから、誰にも均等な機会を与えられる余裕はないんだよ。事情は理解しました。しかし一課生にだけエンブレム付きの制服を与え、外見で区別する必要性はないと思います。しかも一課生をブルーム、二課生をウィードと呼ぶのは不当な差別ではないでしょうか？みゆき、私には我慢できません。学問に武芸、魔法だって無二の才能をお持ちのお兄様が雑草呼ばわりされるなんて。先ほども言ったが、魔法という才能は希少なものだ。己の能力にプライドを持っている者も多いということだろう。良い子の皆さん、相手を貶めて自分を守るような腐ったプライドを持ってはいけませんよ。魔法科高校とは魔法師の育成を目的とした公的機関であり、徹底した実力主義の世界である。本日の授業は以上。ありがとうございました。